客ブロックとはですね、右客と左客、皆さんが一番下のプルキネ繊維までね、こう、必須客があって、どんどんこう、伝わっていくところなんですけれども、そこの部分がどちらかに、遮断された、電気が遮断された時の波形のことを、今から説明していきます。で、先ほどもお伝えしましたが、客ブロック、本当はですね、一番下のところ、R、S って書いてある部分ですね。これは二つ、うまく、ポンと流れていれば、うまく重なっていますので、一つの波形ということになるんですけれども、どちらかが遮断されていて、さっき言いましたね。遮断されたらうまく伝わってなかったら QRS がちょっと広がってきたりする。遅れてくるんだっていうことをお伝えしましたが、それが起これば波形がここがずれて見えてくる。これが客ブロックの波形になってくるわけです。